フラワーアート担当チューリップ祭りは、兵庫県豊岡市担当町の担当下公園で例年4月に開催されるチューリップの祭典。1992年より担当シルクロード観光協会の主催で行われている。300品種と100万本の色とりどりのチューリップが咲き誇る田島地方の春の風物詩である。 その年の話題のキャラクターや動物を10万本と5色のチューリップで描く巨大なフラワーアートを実施しており、2006年には兵庫県で国民体育大会が開催されたことからマスコットキャラクターはバッタンを描いた。また、2010年には南アフリカ共和国で開催された 2010FIFA ワールドカップにちなんでサッカーボールを蹴る像を描いた。会場中央には チューリップ畑を上から見渡せる特設ステージが設けられるほか、記念写真撮影用フレームを設置するとともに、シャッターマンに呼ばれる写真撮影係が配置される。そのほか、チューリップ狩り、チューリップ見本園、チューリップの鉢植え販売なども行われる。乳牛、うさぎ、羊などの動物と触れ合うことができる、触れ合い牧場や地元の特産品を販売するコーナーも併設する。 2001年より例年8月上旬には同会場で担当ひまわり祭りが開催される。ありがとうございます。